皆さんこんにちは、小場翔です。今回はですね、視聴者の方からいただいた質問で、就職活動についての、面接とかエントリーシートとか、そのあたりについて、話をしてみたいと思います。いただいた質問なんですけれども、就職活動において、自分の、やっていた活動とかその取り組み内容を持ってもいいですかっていうのをたまにいただきます。非常にね、グレーな質問だと思っていて、僕自身ですね、動画でこういうことを言ってで、しまっていいのかなっていうのは、少しですね、悩みどころもあるんですが、どこまで、僕の考えが伝わるかわからないんですけど、ちょっとやってみたいと思っております。で、まずね、絶対にやってはいけないことというのが一つあって、全部やっちゃいけないことはいろいろあるんだけど、ありえない、絶対にもうこれだけはダメだよっていうのは、その経歴を詐称することです。つまり自分が出ている大学の嘘をつくとか、あとは年齢ですね。例えば浪人をしているのに、履歴書にあたかも現役で入ったかのように、自分が生まれた年とかを違ってね、書いてしまうとか、そういうのはですね、本当にいけないので、それだけはまずやらないようにお願いいたします。で、おそらくその質問をくださった方も、それをやろうというよりはね、例えば、そのサークルでね、例えば何も役職をやっていなかったけれども、サークルの、サークル部長とか、リーダーとか、キャプテンとか、そういうのをやっていたみたいなことを書いていいんですかみたいな、そういう感じでの質問でございました。で、まずですね、僕のまず経験談から言うと、よくわかんないですけど、僕がね、例えば大学生だった頃とか、もしくは、今でも社会人で大学生の方とお付き合いがありますけれども、その中で、例えばサークルのキャプテンでしたとか、部長でしたっていう人って、大体ですね、10人に1人ぐらいなんですよ。で、多分、もうちょっと大きいサークルの規模でやるってなると、もっと2、30人に1人ぐらいなんですね。なんですけど、なぜか就職活動で、出会う人たちっていうのは、結構ですね、サークルのですね、キャプテンとか、副キャプテンがですね、多いんですよ。わかんない。それはたまたま僕がですね、そういう方と出会ってきたのかもしれないし、すごくうがった見方をすれば、就活用にね、ちょっと持って書いているのかもしれませんが、僕のね、印象だけで言うなら、もしかしたら持って書いてるっていう人も、世の中にはいるんじゃないのかなというふうに思います。で、それはね、僕はやっぱ答えから言ってしまうと、あまり良くないんじゃないかなって思うんですね。で、これなんでかっていうと、理由がね、2つあります。まず1つ目なんですけれども、当然自分がやっていないことを語らなきゃいけなくなるんで、当然いろんなですね、経験とか活動とかっていうのを作らないといけないんですよ。ストーリーをね、もし嘘をつくってなると。で、その分ですね、本当に自分がやっていた活動とか、本当に自分はどんなことをしたいのかとか、本当はですね、そっちにもっと頭を使うべきであって、いかに自分をね、嘘でよく見せるのかっていうのは、あんまりですね、生産性がないことなんじゃないかなっていうふうに思います。で、またその嘘っていうのも、はっきり言うとですね、騙されてしまう会社もあります。これはですね、非常に言いづらいんですけれども、僕の知り合いでですね、ちょっとそういう点で嘘をついたまま、某大手の会社に入社したという人間もいます。はい。で、それはですね、未だにね、本人はバレていないということなので、もしかしたら、成り立っているのかもしれないけど、でも、いつまでも、その周りの人間から、あいつ実は嘘だったんだよねって言われたりとか、自分の中でも嘘だったんだなって思いながら、生きていくわけなので、やっぱ精神衛生的には絶対に良くないと、僕は思ってしまいますね。あと、逆にね、面接をしている側からしても気づく場合というのも往々にしてあります。例えばなんとかサークルのリーダーをやってましたっていう時に、こっち側がですね、そういうサークルのこととか、その大会の知識を持っていることが、あるんですよね。で、そういうのを話を深掘っていくと、この人嘘ついてるんじゃないかなとか、いい加減に言ってるんじゃないかなって気づいてしまう場合もあります。で、あとは当然こっちもね、なんて言うんだろうな、別にプロだとかなんだとか言う気はないんですけど、
それでもたくさんの人と会っている側の人間なので、やっぱちょっと様子が変だなとかね、なんか言ってること怪しいなみたいなことを、まあ、感じ取ったりするわけです。で、1回で分からなくても、じゃあ選考が進んでいく中で2人3人がね同じような気持ちを抱くということになると、まあじゃあちょっとねこの方はやめておいた方がいいかなっていうことになりかねないので、まあ、見抜かれてしまうっていう意味でもやっぱり良くない、それはまず1個あります。で、やっぱり良くないことの2つ目なんですけれども、自分のですね、その経歴というのが後から困ることがあるんですよ。というのは、例えばサークルでなんとかでリーダーをやってましたとかってなった場合、まあ、超大企業でね、全くもうそういう自分が言ったことと関係ない人しか存在しないところに、まあ、転々とするような人間だったらいいんだけれども、やっぱりね、一定の会社で似たような人間が集まってると、じゃああいつ知ってるとかね、入社してからとか内定者になってから、そういうことを聞かれてしまうことがあるんですね。で、当然ですけれども、別に聞いてる側は全くその悪気はなくて、共通の知り合いがいるのかなとかね、まあ、単純な質問をしているわけですけど、本人からしたらね、もう冷や汗だらだらもので、これで大丈夫か俺みたいな、そういうことをやっぱり考えながら生きていかなければいけないということにもつながるので、まあいろいろ話しましたけど、そういう意味でやっぱり僕はね、経歴を盛らない方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、ただ一方でね、同じようによくいただく質問として、まあ、大学時代に自分が成し遂げたことがないんですと、で、その時どうすればいいですかっていうふうに質問をいただきます。で、これに対しては僕大体2つの答えを言うんですけど、まず1つ目なんですが、厳しいようかもしれないですけど、自分がね、就職活動のタイミングになりました。今から企業に応募しますって時は、もう終わってるんですよ。準備っていうのは。そうですよね。入試でも同じで、例えば、1月の何日にセンター試験があります。センター試験に行く電車の途中で、まあ、確かにね、ちょっと本を読んで1点2点上がるかもしれないけどね、英単語とか確認して、けどもうそこから何百点の逆転ってできないじゃないですか。それって就職活動でも同じで、じゃあ今からスタートするよって時には、やっぱりすでにそれまでの経験とか自分がやってきたことの実績とかっていうのが、もう人によってね差がついてしまっているというのが現状です。だからこそ自分が持っている武器の中で戦うしかないんですよ。で、もちろん例えばね、どうしてもそういう武器がないっていう人は、まあ、留年をして何かするって人もたまにはいるし、まあ、それをね真っ向から否定はしないんだけれども、まあ、でもやっぱり結局もう就活が来るとかってことはね、まあ、少なくとも就活をしようと思っていたのであれば分かりきっていることであって、だからその段階になってなんかこうあたふたしてももはや仕方ない、仕方ないっていうのが僕は一個あると思います。で、二つ目のアドバイスなんですけど、まあ、とは言ってもね、じゃあはい、あなたはダメです、バイバイって、そこまで別に切り捨てる気はなくて、やっぱりよく考えてほしいんですよ。自分が、まあ、例えば大学の3年間とかね、まあ、2年半とか、まあ、3年半とか分かんないけど、就活を始める時期によって違うけども、そこまで学生時代を生きてきて、本当に何にもやっていない人って、まあ、いないとは言わないけど、意外に少ないわけですよ。なんだかんだ、例えばサークルのために何かを頑張ったりとか、アルバイトで店舗に貢献していたりとか、インターンで何かを頑張っていたことっていうのは、何らかある人は、僕はね、意外と多いと思うんです。で、そこで、もちろん何かね、何とかで1位になりましたとか、まあ、何かでね、ものすごい、まあ、数字を上げました、実績を上げました。そういうものはないかもしれないけれども、自分はこういう活動をやって、まあ、確かにそこまですごいことはできていないかもしれないけど、そういった中でこういうことをまあ感じ取ったりとか学び取って、社会に出てからはこういう仕事をしたいと思っていますね。そのためにまあ少しね、まあもしかしたら足りないのかもしれないけど、今こんなことを努力していますっていう、この一個のストーリーがですね、美しく言えることができれば、まあ確かにね、例えば学歴フィルターとか、ちょっとその、まあ理不尽って言い方も良くないんだけれども、まあどうしようもないね、努力以外のところで切られてしまう、そういう選考はさておき、まあそんなに面接でですね、めちゃめちゃ困るとか、ひたすら落ち続けるってことはね、あんまりないんですよ。意外とね。うん、だから今言ったような、きちんと自分がやってきたことと、そのまあ志望っていうものね、志望っていうのはまあ、どこを志望するかの志望で、
ですね、そういったものがちゃんと一個のね、こう、なんていうかな、つながりとしてつながっていて、で、かつですね、その中にきちんと自分のコミュニケーション力、こうやって話す力みたいなものが備わっていればですね、まあ、十分その面接というのは戦えると思います。で、やっぱりね、僕が一番言いたいのは、志望動機をどうすればいいですかとかね、例えば、まあ、ES でね、学生時代に頑張ったことをどうすればいいですかっていう質問をいただくんだけれども、僕はそんなことよりも、きちんと相手に対して、まあ、真剣に自分の話をするという、この練習をしてもらった方がよほど大事だと思います。もちろん、人事もね、いろいろ見てますし、選考する側も、まあ、手だれな人も多いです。多いですが、じゃあ、例えばね、例えばテニスサークルに入って何かの大会で1位になった人間と、じゃあ、サッカーサークルで特に役職やってないけれども、まあ、大会でじゃあ、なんでもいいけど、5位になった人、じゃあもうテニスサークルを取るんですか？まあ、全くそんなことはないわけですよ。やっぱりその人の話し方とか人柄とかを見て自分の会社に合う人っていうのを採用したいというのが会社の気持ちなので、もちろんね、自分のカラーというのがあるので、ね、万能な人間っていうのを目指すのはまあもはや難しいかもしれないけれども、それでもですね、自分はこういう人間でこういうふうに頑張っていきたいんですってことをきちんと伝えられるような話す練習、そしてもう一個大事なことは聞く練習です。きちんと相手の質問とか相手が聞いてくる意図をちゃんと考えて、それに対して返すことね。自分が、まあ、練習するっていうとね、自分が考えた志望動機とか、学生時代頑張ったことっていうのを機械みたいに喋るような人がいるんだけれども、やっぱりそれはダメで、相手が聞いてきたことに本当に真剣に、質問に答えるという行動を、まあ、繰り返していくというのがやはりコミュニケーションの本質だと僕は思っているので、まあ、ぜひですね、そういう意味での練習というのをしてほしいなというふうに思います。で、そうするとね、まあ、どうやればいいんですかっていうまた質問がね来て、まあ、そこからは自分で考えてよっていう気もなくもないんだけれども、まあ、もう少しだけまあ話をするとですね、僕がお勧めするのはですよ、やっぱり動画を撮るということをお勧めします。で、自分がね、まあ、多分こういう YouTube の動画を見てくださるということは、まあ、僕以外にもね、もうきっとお話の上手い方のね、動画とかをたくさん見てらっしゃる方も多いと思うし、まあ面接の風景なんかのね、動画とかも YouTube にちょこちょこ上がってきているので、まあそういうのを見ていく中で、どういう話し方が心地いいのかっていうのを、まあぜひね、勉強してください。まあ YouTube だと結構早口でね、バーって言う場合もあって、まあ僕も結構早口で話してる動画意外とあるんで、別にその早口で話すことを否定してるわけじゃないんだけど、実際のリアルのコミュニケーションで、バーってめちゃくちゃ早口で話すと、よくわからんとかね、ちょっと変だなっていうふうに思われかねないんで、やっぱりこう相手の気持ちがいいなって思えるようなスピードで話すとか、相手の質問に対して答えるとか、そういう練習をぜひしてほしいと思います。まあ場合によってはね、こういうボディーランゲージじゃないけど、まあジェスチャーみたいなものも使いながら、ぜひね、まあある程度のスピードで相手の質問にちゃんと答えるということを意識する。あとはやっぱり自分の話すスピード、内容っていうのをきちんと自分でね、まあ恥ずかしいかもしれないけど、いいですよ。スマホでも何でもいいから撮って、自分で見て、ね、変だなって思うと思うんです、最初はね。特に自分の声を録音するとね、最初はすごく気持ち悪く感じます。昔の僕もそうでしたけれども、やっぱそういうものをですね、自分でやっぱり客観的に見て、じゃあね、自分の声はこういう風にした方がいいなとか、身振り手振り話し方はこういう風にした方がいいなっていうのを何度も何度も繰り返し練習していくことで、やっぱりコミュニケーションの改善とかね、コミュニケーション力の向上につながってくると思うので、そういうことをぜひやってみてほしいなという風に思います。はい、というわけでね、まあ、今日はそのスタートとしてはね、もう経歴を持っていいんですかみたいな質問から始まりましたけど、結構ね、就活の実践的な、まあ、アドバイスまでさせていただきました。まあ、これからもね、ちょこちょこまあ似たような話というか、就活の話はね、テーマとしては取り上げていきたいと思いますので、まあ、ぜひ動画をご視聴いただければと思います。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。